京都で借金踏み倒し、神戸で借金踏み倒し、最後の泊まりお前だけだから、今日は付けにして、そのうちお前と離婚を、5年ぶりだね。俺のボトルはもうないだろう、3ヶ月キープ入れの人のボトルが、人のボトルが私の名前で出ています。遊ばれていると聞いたから、お前を迎えにパッカーのスカリが連れたその顔を見つめ、名前なんだっけ、昔の名前がわからない、5年ぶりだね。人のボトルはまだあるだろう、今日は来そうなさそうな客のボトルが、客のボトルが私の名前で出ています。あの子が笑顔で差し出した、大きい束ねてさりげなくそっと赤いハンケチに包んで、子供のお土産さ、5年ぶりだね。お前見つめてマジックに見る、今帰ったお客の、あいつのボトルが、あいつのボトルが私の名前で出ています。